ギャズビー、E の文字を使わない5万語以上の物語は、1939年のアーネスト・ヴィンセント・ライトの小説である。スタれつつある、架空の都市ブラントンヒルズをめぐり、この街を蘇らせる、主人公のジョン・ギャズビーと彼が率いる、青年組織の活躍を描いている。この小説は、リポグラムによって書かれており、E を含む単語は使われていない。 自費出版された当時はほとんど注目されなかったが、今では実験小説の愛好家から親しまれるとともに、蔵書家の間でも寄稿書として大変な人気を集めている。後の版ではサブタイトルが変更され、E の文字のない5万語の小説となっているものがある。また刊行後28年目の著作権更新に手違いがあったことから、この小説はアメリカでは1968年に、 パブリック、ドメインとなった。この小説は5万115中に一切、い、e、いを含んでいない。ギャズビーの序文でライトは一番の苦労が、動詞の過去形につく、設備時であるエドを回避することだったと述べており、エドを取らない動詞や助動詞のドゥを使って、文章を組み立てた点を強調している。言葉の選択肢が狭まったことで、数量や代名詞、 その他多くの常用語を伴う論述も大幅に制限され、ライトは7から29までの数量については語ることができなかった。言語学の専門誌であるワードウェイズに掲載された記事によれば、E を避けようとしたライトにも使用可能だったのは英語において最も使用頻度の高い上位500語のうち255だった。また時に省略型が使われているが、 あくまでその後の完全型にもい、e、いが含まれていない場合だけである。例えば、ドクターや PS など、またライトは有名な言い回しをリポグラムで言い換えることもしている。音楽は野蛮人の胸を和ませるとなり、ジョン・キーツのエンディミオンにある美しきは永遠なる喜びという祝がい、e、いの文字を使わずにと表現されている。 故郷のブラントンヒルズの没落に危機感を覚えた50歳のジョン・ギャズビーは若者を集めて青年団を組織し街への誇りを取り戻すとともに住環境を改善しようとする。ギャズビーと若さにあふれるその仲間たちは困難を乗り越えブラントンヒルズを停滞した村から活気ある栄えた都市へと変貌させる。物語の終わりでは組織のメンバーたちはその功績を 称えられて感謝状を授与され、ギャズビーは、市長となり町の人口を2000人から6万人へと、成長させることに貢献する。ストーリーは1906年ゴールを起点とし、第一次世界大戦、禁止法時代、ハーリング政権までを追う。ギャズビーは、実質的に二部構成であり、前半は、厳密に、ブラントンヒルズの歴史とそこでのギャズビーの境遇を描き、 小説の後半ではそれ以外の町の住人を描写することに時間を割いている。地の文は匿名の語り手の視点から書かれているが、この語り手は延々と自分の貧弱な作文技術に愚痴をこぼし、回りくどい源氏を繰り返す。今、当然ながらこの通りこういう話を書いているわけで、序文に書いた通りのありさまなのだが、時折文章に難所が見つかるのは驚くことではなく、 だから私が何を頼みにしているかといえば批評がある。世間の皆さんの頭の中にいる私が、いつもある記号を含んでいる単語をあえて避けているということで、その記号はといえば、今日の我々アングロサクソンの書き物にはごくごく一般的に、そのまま使われているものなのだライトはこの原稿を仕上げるために長年を費やしているようである。正式に出版されたのは1939年で、 あるが、新聞のユーモアコラムでこのいいなしの小説の原稿について言及されるのはその何年も前である。彼は、観光に先立ち寄りに触れてこの原稿を、青春時代を擁護するものと言いを読んでいたのだ。1930年10月、フロリダ州タンパのそばで暮らしていたライトは、イブニングインデペンデントが見にリポグラムの傑作を書いたことを自慢する手紙を書き、 新聞でこの技法のコンテストを開き優勝者には250ドルを出すように進めている。本を出してくれる会社を探していて駆け回っていたライトだったが結局時費出版業者であるウェッテル社を使うことにした。気候本を扱うブクライドブログ版の2007年の記述によればこのギャズビーの在庫を保管していた倉庫は印刷の直後に焼けてしまいこの不運な小説は わずかな部数を残して、ほとんどが失われてしまった。この小説は、書評も出ないまま、少数の前衛的なフランス知識人や色々の、新品、貴品、風変わりな品に目が利く、人々の努力によって何とか保存されている状態に、あった。この本の希少性や、珍しさは、書籍賞が、初版に4000ドルの値をつけていることからもわかる。 そしてライトはその年のうちに亡くなった。ライトは1937年に今書いている本はやりがいのある作品だと語っていたが、彼の取り組みについて、オシコシュデイリーに記事を書いた人間は、皮肉な調子で不眠症に悩む人間にリポグラムで物を書くことを勧めている。一方で、ギャズビーの助言によれば、この物語が書かれたのは文学的な評価を得ようという狙い柄ではなく、 不可能だという必要な声を聞くたびに湧き起こる何か止めどない感情によるものだ。そして最終項が完成するまでタイプライターの E のキーは固定して動かないようにしていたとライトは言う。完成したということは、つまりこのボインが一文字たりともうっかり入り込んでいるということはないだろうということだ。多くの人間がそれに挑戦してきたのだ。 現代英語におけるアルファベット別の使用頻度1937年にオシコシュデイリーが見に掲載された記事は現行段階ながらこの本は驚くほど滑らか。たどたどしい箇所は解無。プロットは途切れることなくほとんど古典作品のこと記名瞭さが得られていると書いている。ラディスプリションはある意味ではこのギャズビーに触発されたリポグラムによる小説である。 こちらはフランス語の小説だが全編にわたって、E の文字を含まないだけでなく、分量も5万ワード分は U にある。著者のジョル・ジュ・ペレックは、国際的な実験文学集団ウリポのメンバーである、友人に、ライトの本を紹介されたが、そのライトが、ギャズビーで、成功の目を見ていなかったため、こういった作品を出しても、ギャズビー程度に終わってしまう、危険を犯すことだとペレックは、 意識せざるを得なかった。ライトへの目配せとして、この演滅には、ギャズビー・ v ライト教という名の人物が登場するが、彼は、主人公、アントン・ボイルの教師役であり、そもそも、演滅におけるボイルを中心にした構成が実際は、ギャズビーからの引用なのである。また、ギルバート・アデアは、この作品を E を使わず、英語に翻訳した。ブック氏が2002年に、 J ・ギャッツビーを20世紀で最も偉大な架空の人物に選んだことでビレッジボイス紙がユーモアコラムでこのギャズビーに触れており筆者のエド・パークが冗談交じりにライトの文体を真似している脳髄をムチ打つリポグラムのコリショーたちはまさにあえんぎながらこう言う。ちょっとその音の響いているコミュニケーションツールを置いてくれ。J ・ギャッツビーはどうなった ?BBC ラジオの語学番組 イングリッシュナウの進行役、デイビッド・クリスタルはこの本を、おそらくかつてこのジャンルで試みられた中で、最も野心的な作品と呼んでいる。トレバー・キットソンは、ライトの本と出会ったことが短いリポグラムの作品を、書くきっかけになったと2006年に、ニュージーランドのマナワツ・スタンダード紙で語っている。それによって、ライトの仕事がいかに困難なものであったかを改めて、 思い知らされたが、それでもこの本の結末部分にはあまり感心しなかったとキットソンは言う。身を言うとこの本は私の心をわしつかみにしたというわけではない。やたらと済ましていて、アメリカの子供はほぼ全員が教会に行き、結婚式を挙げると言わんばかりだ。ダグラス・ホフスタッターの著書、マロの美しき調べでは比較のために、キャズビーの一部が引用されている。 ありがとうございます。